第七の秘湯、金星黄金温泉。次はいよいよ最後の秘湯、金星黄金温泉ね。ん？ちょっとみんな聞いてんの？聞いてるけど死んでます。氷点下173度の水星で水風呂に入って、風邪ひかない方がどうかしてますわよ。なんたって涼子さんだって風邪ひいたくらいなんですからね。そうだよ、私だってひいたくらいなんだぞ。ってどういう意味だよそりゃ。あっちゅん。生きてる方が不思議なんですけど。嬉しいという連中だ。だが私の命に代えても儀式を成就させてなるのか。我に秘策ある。金星こそが貴様らの墓場となるのだ。ハッ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 。あ、着いたぜ。雨が降ってる。金星表面の大気圧は90気圧、大気の 96% が二酸化炭素で常に硫酸の雨が降ってるの。じゃあ傘をささなくちゃ。それコンビニで買ったビニール傘を硫酸の雨にさしてどうする。怒んなくたっていいじゃない。さあここが金星黄金温泉だよ。すごい、全部金ピカだ。黄金風呂ってわけね。寒い寒い、早く入って温まりましょう。だったら鼻垂らしてやんの。あなたもでしょ。水風呂は効いたからな。はあ、涼子ちゃんのおひげもカチンコチン。ようこそ金星黄金温泉へ。あ、おじちゃん誰？いや、あっしゃここの三助でして。あんたどっかで見たような。いや、すいお客さん、またそんなこと言ってあっしゃくどくってんでしょ。それどうす、取れたての金星ガニでさ。お、こいつは私の好物なんだよ。温泉でカニ料理か。身が締まっててこれなかなかいけるよ。ここはなかなかサービスがいいですわね。え、そらもう。ねえ、金星ガニって昔地球を侵略に来たこともあったんでしょ。それが涼子にバリボリかじられるとは哀れな末路ね。三助に化けるとは我ながら天才だ。背中を流すふりをして隙を見てこの毒薬を注射してやる。あのおじちゃん注射器持ってなんかブツブツ言ってるよ。危ねえ親父だな。え、おじゅうさん、お背中をお流ししますぜ。あー結構です。これが足の仕事なんで。結構ですってば。あー、まあそう言わずに。手が滑った。この地響きは大変だ。金星が崩壊しかかってる。一刻も早く儀式を。さあ、キヨネ殿お願いします。はい。三好と一緒に歌ったせいだわ。ごめんなさい。もう一度二人で歌ったら。いや、それでも全然足りない。水風呂で風邪をひいたせいでサイコパワーが大幅に落ちてんのよ。じゃあ一体どうすれば。方法は一つ。
私たち全員が残った生命エネルギーを振り絞って合唱するしかない。でもみんな風邪ひいてんですよ。全員のパワーを合わせても必要量に達するかどうか。だがそれでもやるしかないのよ。うん、これは絶好のチャンスだ。全員の歌に紛れて私も邪悪のエネルギーを送り込んでやる。いいわね、みんな始めるわよ。ちょっとお客さん困りますよ、そんなに風呂場で騒ぐなんて、出てってもらいますよ。いや、でも
地響きが収まった。やった、成功だわ。これで太陽系は救われたのよ。みんな大丈夫？なんとか生きてますわ。もうヘロヘロ。さあ地球へ帰ろう。しまった、うっかりハモってしまった。あれ、どうしたの、サンスケさん。ツンツン、びっくりともしない。生命エネルギーを使い果たしちゃったのね。ナンマンダブナンマンダブ。